こんにちは、片桐咲です。さあ今日はですね、バレンタインということですので、恋愛とか結婚、スピリチュアル的な、また気エネルギーの面から皆さんが恋愛すべき相手、結婚すべき相手はどんな人かというお話をしたいと思います。現れるサインですとかね、そういったお話もしたいと思います。あとね、2月9日に渋谷のラジオに出演させていただきまして、お聞きくださった皆様ありがとうございました。ぜひね、まだね聞いてない方はね、その生放送そのままを YouTube で配信してますので、ぜひ私のチャンネルからお聞きいただければと思います。これですね、1時間もね、私ねこれから YouTube でやろうってね思ってた内容までね結構喋っちゃってるんで、かなりね盛りだくさんでね、心理学とかね、気エネルギーですとか開運とかね、たくさん引き寄せですとかね、面白おかしくめっちゃ喋ってますので、ぜひ皆さんね、こちらも参考に聞いていただきたいと思います。それでは今日のお話をしたいと思います。恋愛ですとかね、どんな人と結婚したらいいかとか、そういったお話をしたいなと思っています。もちろんですね、私の場合は見た目がどうとかね、年収がどうとか、性格がどうとかね、ぶっちゃけそういうことでは全然なくてですね、気エネルギーとかね、運気の方面からお話をしたいと思うんですけど、スピリチュアル的な部分ですとか、ちょっとねかなりね、衝撃的な内容もあるかもしれませんけれども、ぜひね最後まで聞いていただきたいと思います。で、やっぱりね、付き合うとか結婚するって、かなり深く関わるってことですよね。で、前に付き合うべき人はどんな人かっていうのをね、YouTube でアップしましたけれども、あれもかなり大雑把な内容でして、実はいろいろ細かくあるんですけど、でもちろんね、やっぱり付き合うとか結婚するって本当に相手の人生に深く関わっていきますので、かなり影響を受けるわけですよ。で、私は結婚してないですけど、おそらく結婚って運命共同体だと思ってるんですね。なので、ちょっといろいろ話しますけど、かなりちゃんとね選んだ方がいいんじゃないかなと思っています。でもちろんですね、どんな人と付き合ったり、どんな人と結婚したらいいかって言ったら、もうざっくり言っちゃえば、一緒にいて運が上がる人ですね。で、運気が上がった方がもちろん幸せになるわけですよね。あげまんと結婚するってことですよ。男性の場合も女性の場合もね、相手と一緒にいることで運気が上がったり、人生が良くなった方がいいわけですよ。で、付き合ったり結婚して運気が下がる人ってもちろんいるわけですよ。別に結婚したり付き合えばね幸せなんてことではないので、だからやっぱり自分が運気が上がる人と一緒に付き合ったり一緒に結婚するのがもちろん一番いいわけなんですね。なんでね、今日はそこら辺のお話をねこれからしていきますけれども、見分け方とかもあります。前ね、気エネルギーのお話とかでね、付き合うべき人の話もしてましたけど、例えばですね、私のね高校の同級生が、その子、可愛いんだけど全然付き合ったことがなかったんですね。で、ある時、知り合いに紹介をされた人とデートしたらしいんですよ。で、そのデートの場所っていうのが、すごいちょっと浅草だったみたいなんですけど、結構、あんまり私だったら初デート浅草ってそこまでピンとこないんですけれども、その子としてはすごくいいセレクションだったらしいんですね。で、さらにその一緒にいた1日の間にすごくいいことがたくさん起こったそうなんですよ。で、その子はピンときて、私この人と結婚したら幸せになるって直感したらしいんですね。それで結婚してね、すごい幸せになってんです。初めて付き合った人と結婚したんですよ。それで、でね、そのねセンスは結構良くてですね、一緒にいてね、いいことが起こるかっていうのはまず見た方がいいと思います。で、前に結構サインがありますよっていうねお話もちょっとしてるんですけれども、一緒にいてね悪いことが起きる人、やっぱりエネルギーの結局関わるとか付き合うとかね、やっぱり主に交わるって言いますけど、エネルギーがねやっぱり多少なりとも交換されてくるわけですよね。影響を受けるわけですよ、お互いにね。それの、化学反応がいいかどうかってことなんですよ。それが気が合うとか気相性がいいかって話になるんですけれども、相性が良くてお互いに運気が上がる人がもちろんいいんですよ。お互いに上がったら本当にいい、ベストカップルですよね。で、それをね一緒にいる時に見てほしいんですね。なんで本当にサインでね、私、ある人と、一緒に歩いてたらね、救急車が通ったんですね。もうその時点でアウトだなって思ったんですよ。どんな三角だよってね、どんな見極め方だよって言うかもしれないですけど、そういったものって結構サインになってるんですね。だから一緒にいて何かいいことが起きたかとか、例えば結婚式に遭遇したですとか、何かすごくいいことがあったとか、誰かがお祝いしてたですとかね、入ったレストランで誕生日を祝ってたとかね、何かそういういいサインがあるかとか、自分その時にやっぱりいいことが起きたかどうかは絶対に確認した方がいいですね。
でその後ですね、大事なのは自分がそのまあね、デートとかした後に、まあ、家に帰ってからでもいいですし、あとそのね付き合ってる間に他の周りの人からどう言われるかですね。例えば柔らかくなったねとか明るく楽しそうだねとかね、結構自分で気づかないもんなんですよ。そういう変化っていうのは周りの人に言ってもらった方が分かるんですよ。逆になんかちょっと暗くなったねとかね、そういう風に言われる時は自分でも気づかないけど、なんかマイナスの方に引きずり込まれてる場合なわけなんですね。やたらと風邪が体調が悪くなったとか、これね危ないですよ。誰かと付き合って体調が悪くなったってことは、前ね植物の話しましたよね。私パワースポットを見極めるには家に植物を置いてくださいって話をしましたよね。まあ見てない方はまた見ていただきたいんですけど、植物ってマイナスなエネルギー吸ってくれるじゃないですか。もしかしたら付き合った人があなたのエネルギーを吸ってるからあなたが体調崩してる可能性もあるんですよ。でね、やっぱり人間はエネルギー交換をしちゃうので、どうしてもね関わる人と、なのでそういう人は、まあ、まず即切らなきゃいけないんだけど、結構自分がそこに入り込んじゃうと気づかないものなんですね。なのでやっぱり周りの人からどう言われるかですよ。周りの人が最近なんか優しくなったねとか柔らかい雰囲気になったねとか、いいこと言ってくれるってことは相手と一緒にいることで自分がいい結果を得られてるのでいいんですけど、それが周りからマイナスのことを言われ出したってことは、もうそれはもう本当に大事なメッセージですので、すぐに縁を切った方がいいですね。なかなか自分では気づかないものだと思いますので、やっぱり周りからね聞いてね、客観的にね教えてもらった方がいいと思います。その時ちゃんと素直に、周りの言うことって 100% ほぼ正しいと思った方がいいですから、本当に周りが結婚反対してるのに結婚して後悔するってザラにあることなので、周りは冷静によく分かってるんですよ。だから周りの言うことは本当に大切に聞きましょうっていう感じですね。でね、よくねこれはいい例だなって思うのが、どうして結婚したんですかっていうと、まあ、一緒にいると居心地が良かったですとか、素の自分でいられるとか、自然体でいられるとかね、そういうのはすごくいい相手なんですよ。やっぱり人間が自然体でいるって、人間ってやっぱり他人に一応警戒はするわけですよね。でなんとなくこの人には本心を話せないなとか、居心地が悪い人ってもちろんいますよね、まあ、そういう人はもう気エネルギーが合ってないわけですよね。で居心地が悪い人っていうのは、もちろん逆に自分がなんかその人に危険を察知してて、あんまりこれ以上関わらないようにっていうふうに防御を無意識に張ってることももちろんありますよね。なので本来のね自分らしく振る舞えないとかね、とりあえずエネルギーが合ってないわけなんで、それはまあ論外になっちゃうんですよね。で自分が自然体でいられるとか、その自分でいられるとか、その自分でいるってことはやっぱり裏もね裏表も見せられるってことですので、それだけやっぱり安心感があって委ねられるってことですよね。そういった相手っていうのがやっぱりいい相手になりますよね。それはやっぱり危険を感じてないからこそ安心感があって、そういった自分を出せるっていう風になりますので。でね、結構で私たまに結婚式の司会もねさせていただくことがあるんですけれども、プロポーズの言葉何ですかとかね伺うことがあるんですね。で結構たまにですね、なんだかトントン拍子であれよあれよと決まっちゃってっていう話を聞くんですよ。プロポーズの言葉ってことではないんですけどみたいな、でトントン拍子でなんだかもうあれよあれよと結婚することになっちゃってみたいな。でね、それって実はねトントン拍子ってね素晴らしいんですよ。ね、私の知り合いの人がね、まあ、その人霊感が強い男の子なんですけど、まあ、結婚するときにやっぱり、まあ、相手の奥さん側の守護霊様と、まあ、自分の守護霊様同士とかご先祖様同士が挨拶するんですって。まあ、やっぱり結婚って家同士のものじゃないですか。お互いに、まあ、よろしくお願いしますよろしくお願いしますみたいなね自分の本人たちだけじゃなくて後ろの、まあ、ご先祖様とか守護霊様もちゃんとお互いに挨拶してるみたいなんですよね。それでお互い OK にならないと結婚できないみたいなんですよ。でトントン拍子でいくっていうことはやっぱりそのお互いにもうまさにすごいもう後ろの見えない存在まで応援してくれてるわけですよ。めっちゃ応援してくれてるわけですよ。ぜひ結婚してくださいみたいな感じでね。だからもう本人たち置いても後ろのね、まあ、ご先祖様の守護霊様とかがもう結婚って感じでね運んでくださるってことは、まあ、素晴らしくいいってことなんですよ。まあ、トントン拍子は素晴らしくいいので、それはねとてもいいなといいことだなと思っています。まあ、ちょっとざっと話しましたけどいろんな面から、はい、でそんなことをね皆さん参考にして、まあ、この相手が本当にいい相手かどうかですとか、ね、選んでいただきたいなと思います。前に説明したか分かんないですけど、やっぱりタイミングが合うのが相性がいいっていうお話をねしたと思うんですよ。付き合うべき人のところでね、やっぱりトントン進まないのはねダメだと思った方がいいというか、結婚したりとかしたとしてもやっぱり障害が出やすいと私はサインだと思いますね。
そういうのもまあやっぱり参考にしていただいて、一緒にいる時にいいことが起きるのかとかですとか、いろんなものをね参考にしていただいて、皆さんもいい相手を選んでいただきたいと思います。ということで、今日はバレンタイン特集ということでお話をさせていただきました。で、今回はですね、恋愛したり結婚した方がいい人の特徴ですとか、現れるサインとかをねお話ししたんですけれども、この次が続きがありまして、こっちこそ本当はねすごい大事なんですよ。それはですね、もう絶対にあなたが恋愛してはいけない人、結婚してはいけない人っていうお話ですね。で、これですね、もう本当はただ DV とかねそういうレベルの問題ではなくて、もう皆さんが多分おそらくわからないだろう気エネルギーですとかスピリチュアル的な面から全く見えないお話をします。結構恐ろしい話をします。でもこっちこそね本当に大事なので聞いていただきたいと思いますので、ぜひねまたねこちらもね配信していきますので、ぜひお聞きください。本当にこっちはすごく大事な話ですので、ぜひね続きのねお聞きいただきたいと思います。それではまたぜひご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。 See you next time.